皆さんこんにちは。皆さん使っているモニターの調子いかがですか？私はですね FP93VW っていうのをまあ長年使ってたんですけれども、ちょっと電源が入りづらいというか、電源周りのコンデンサーの調子が悪くて、なんか不具合が出ている、そういったような症状らしいんですけれども、ちょっとこの、自分で修理するっていうのが、っていうのはもう置いといて、とりあえず新しい、モニター、同じく BenQ の GW2480 っていうのをちょっと買ってみました。モニターっていうものを一番最初に買ったのが、ソニーのトリニトロンのなんかブラウン管のモニターだったんですけれども、その後に買ったその BenQ の FP93VW っていうやつからですね、何台かモニターを買ってるんですけど、全部BenQで揃えてるというか、お気に入りのメーカーなんで、今回も BenQ で買いました。大きさは24インチで、あとはそのモニターの寝頃感というか、24インチならこれぐらいの値段なのかなっていう感じのところで、選んだのが GW2480 っていうモニターですね。GL2460 との2台並べて使ってるっていう感じですね。で、実際今使ってみたところなんですけれども、電源ボタンのところの明かり、これ下の方にあるんですけれども、若干ちょっとこう、なんて言うんでしょう、目に入るかなっていうのがちょっと気になるところではありますね。あとこの、モニターの特徴というか、機能というところですごいのが、輝度自動調整機能っていうやつで、周りの明るさを、その自動で検知して、モニターのその輝度を調整するということなんですけれども、これ実際買うときに全く気づかなかったっていう、ちょっとなんていうか、なんとも早という感じなんですけれども、 GL2460 っていうのは、だいぶ前から使ってるんですけれども、改めてこの GW2480 とこう並べて使ってみるとですね、このベゼルっていうのがこう薄いと、なんかすごいすっきりしている感じがあります。これすごいいいですね。他のモニターとかも、これ将来的には本当に薄くなって、こう最終的にはなくなるのかなっていうような、そんな未来も見えてきますよね。それではまた。